こんにちは、タロット占い中堅です。今日はですね、2月の後半、2020年2月の後半のね、あなたと彼の恋愛を見てみたいと思います。このね、3つのカードの中から気になるカードをちょっと1つ選んでみてください。はい、今週ね、この2月後半のね、彼とあなたの恋愛をカードで引きたいと思いますんで、このね、3つのカードの中から気になるものを選んでみてください。決まったでしょうか。はい、それではですね、こちらのカードからいきますね。この青い石のカードですね、こちらからカードを引いてみたいと思います。はい、それでは引きますね。ちょっと今切ります。では2月後半のね、あなたと彼の恋愛運ですね。これのどんなカードが出るか引いてみます。はい、こちらですね。はい、ペンタクルの4ですね。はい。ちょっとですね、なんか執着とかがちょっと出てしまってるかもしれませんね。なんか見てもわかると思いますが、この、なんか抱え込んでますよね。で、表情もなんか不安そうな感じですよね。はい。で、これ別にお金というわけではなく、それ以外のことになんかこう、不安を抱え込んでる、人間関係とかね、そういったものかもしれませんが、そういった全般的な意味を抱えて、なんか不安とか執着、こだわりが、ちょっと過度な状態で出てしまってますね。はい。で、もしかしてね、彼が、あるいはあなたの方が、でもこれ、彼の方かな。はい。こだわりを持ってしまってるんで、ちょっとそこだけね、注意しておいてください。そこに触れてしまうと、もしかしてね、喧嘩とかになってしまうかもしれませんので、はい。彼にはね、なんかこだわりが、執着があるかもしれませんので、まあ、様子見ながらでもあると思いますが、あなたの方でちょっとあえて触れない方が私はいいかと思います。はい。抱え込んでるんでね、はい。多分時期が来ればね、お話ししてくださる、あるいは解決するかと思いますんで、ちょっとこのカードに結構強めの意味合いがありますんで、今は触れない方が、少なくともこの、今週に関しては触れない方がいいと思います。その点だけ注意してくだされば、うまくいくかと思いますので、はい。参考になさってください。はい。では次のカードいきますね。じゃあこちらのカードね、選んでくれた方のあなたの、今週のね、今週も2月後半のね、あなたと彼のね、恋愛を見てみたいと思います。よく切りますね。はい。ね。はい。こちらですね、こちらのカードがこの2月後半のね、あなたと彼の恋愛運ですね。はい、はい、そうですね。はい、ジャッジメントが出ましたね。審判とかそういう意味ですね。で、これ逆になってますね。はい、これはですね、気づきとか目覚めとか、そう、これ天使がね、ラッパ吹いてお墓の人が蘇るっていうね、ことなんですが、はい、なんか気づきとかがね、普通この正位置、こっちはね、これ正位置、で、こっちは逆位置というんですが、正位置だとなんか気づきとか学びが、ね、ある。彼と話しててね、気づきとか学びがあるっていう風になるんですが、逆なんで、はい。ちょっとね、なんか傷、そういう復活とかね、意味があるんですが、なんかそれがない状態、ちょっとない状態が出てくるかもしれませんね。気づきとか学びを持ってしまう。ちょっとね、少しがっかりしてしまう一面を見てしまうかもしれませんね。はい。
ですんで、そういった時ですね、はい、でそういったものがあるかもしれませんので、ちょっとね、そこだけね、まあ、あるんだなっていうふうに思ってください。はい、で、その後ですね、あとどうすればいいかっていうことですね。はい、ね、あのがっかりした時ね、はい、彼のね、一面をね、知れなかった一面を見て、はい、そうですね、はい、それでどうするかですね、もうね、はい。全体としてはですね、すごくこのね、花が咲き乱れたりしているんで、いい方向に向かってるとは思いますので、ちょっとね、がっかりした面があるんで、それだけでね、すべてを判断しないように気をつけてください。はい、いいですね。はい。ちょっとこれね、少しアドバイスカード一応念のため出しておきますね。はい。あ、いいですね。チャリオットという正位置で出ましたが、これ突き進む、戦車に乗ってるんですけどね、これ突き進めっていう意味があるんですね。はい、はい、こちらのカードでね、今もしかしてね、彼のね、あまり嬉しくない一面を見てしまうかもしれませんと言いましたが、それでもこれ突き進めって出てますんで、そういったことを気にせずにね、今の関係続けていきましょうっていう、そういう意味になります。はい、ですんでね、ぜひね、もうこれで終わりと思わずにね、突き進むようにしてください。はい、参考になさってください。それでは次のカードいきますね。はい、こちらの青いカードですね。こちら切ります。はい、ですね。この2月の後半のね、あなたと彼の、恋愛運ですね。これを引いていきますね。はい。はい。おう、デスティニー。そう、運命ですね。いいですね。運命的なことが起きる。なんかチャンスが到来という意味もありますが、はい。それが来てますね。はい。多分これすごいいいこと起きますね。はい。デスティニー、まさに運命的なことが何か起きます。はい。ですんでね、これすごくいいカードが出ましたんで、どっちかっていうとですね、あなたが何かするかっていうんではなく、急に起きる、必然的に起きるような意味合いのカードなんで、心の準備だけしとけばいいかと思います。はい。まあ、チャンス到来とかいう人もいますが、すごくいいものが来ますね。心の準備だけで結構ですね。はい。特に何もしなくていいんで、いいことが来ると。はい。それでね、もうニコニコしてればそれですごくいいと思いますので、はい。これはすごいラッキーですね。この今週はね、楽しみです。すごいいい話が来るんでね。はい。そうですね。はい。予定だけね、開けとけばいいかもしれませんね。いい話が来たときすぐ行けるようにね。はい。仕事とかはね、入れない方がいいですね。はい。開けておいてください。はい。参考になさってください。はい。そうですね。はい。今回のカードね、出たのがこちらと、はい。こちらですね。はい。そうですね。ね、はい、こちらのねカード選んだ方ですね。で、こちらのカード選んだ方はこちらですね。はい、そうですね。はい、まあ、カード的に言うとこちらのカード選んだ方がすごくいい、もうチャンス到来みたいな話になってるんで、はい、そうですね。はい、それぞれね、意味合いがあったと思いますね。ぜひ参考になさってください。では以上でね、この2月後半のね、彼とあなたの恋愛運を鑑定を終わります。よかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。